作ってんの家で。作ったことないねんけど。昨日暖炉みたいなの、めっちゃ田舎だから。何それ。家で芋ってか、ま、焼きじゃない、ご飯に焼き蒸しですか。うん、さつまいもを作る、いらないかな。落ちた。どれ拾う。いただきます。シルクスイートがおすすめらしい。長いやつ。シルクスイート。ライフに売ってる。私ベニハルカ。マジ。また言ってる。昨日ベニハルカと一緒に作った。うん、ベニハルカとシルクスイート。うん。ゴールデンウィーク。本格的なゴールデンウィークか。うん、そうですね。いつまで？六？七？六で。六か。七は学校があります。あ、ほんまや、七学校あるわ。七かな。何をですか？カー。カー。カーか。月まで赤かった気がする、カレンダー。皆さんのご予定は何ですか。入ろうか。リサちゃん、コナン何回見たの。2回見ました。3回目見るよって言ってました。すごいな。行こうって、この日行こうって話をして、お楽しみです。大丈夫だから。2回目ってどういう視点で見るの。2回目は、まず1回目は、なんか推しがおるんですよ、キッド様が。だから、まず1回目はめっちゃ早口。1回目は、あ、キッド様かっこいい、あ、かっこいいみたいな感じで、2回目は、ストーリーをより理解して、3回目も多分ストーリーの分かんないところとか、なんかちょっと細かいところとか見てみたい。分かる、分からへん。コナンさ、昔から漫画を読んでたけど、映画あんまさ、見る見ひん、あるやん。久しぶり見たらさ、どこがどうつながってんの。難しいですよ、今回。え、そうなんや。難しかったよね、今回。人が多いから。そう、難しいんですよ、今回。まあ、もうネタバレやから言われへんけど。マルカルバーって言われて、え、誰だっけみたいな。そう。難しかった。ずっと見とかないと分かんないけど。そう、めっちゃさ、一緒にいた友達さ、どういうことどういうこと。え、どこがどういうことね。めっちゃ友達も、え、私も分からへん。二人でハテナして帰ってきた。で、キッドの、あの、ネトフリのさ、ネトフリから、キッドだけのストーリーがあるんだから、それ見返したの、もう、分からなくて。キッド。そんな。うん。あれやかちゃん、でも。今回は、コアな人がより楽しめる作品。そうやろうな。そう思った。で、理解したらめっちゃなんか、あ、そういうことみたいな。めっちゃ感動すんねんけど、理解するまでが遅いねん。そう、私は。コアじゃなかった。え？一回止めたいですか？そう、一回止めて検索したい。そうそう、でも面白かったから。一人で行くの？友達と行く？一回目は家族と行って、二回目は一人で行く。コナン一人で見れるのすごい怖い。何が怖い。コナン怖いですよね。なんか、なんていうの、ハラハラするやん。あー、確かにドキドキします。だから、なんか一人で見るのすごい。金曜ロードショーでも怖いもん。一人でいたら一人でめっちゃ誇る中で叫んでます。確かに。気づいたら顔落ちてなかった。え？前のめりで食べ過ぎてこっちしか映ってなかった。サービスショット。サービスなん？口？一日の TikTok 口しか映ってない時あるやん。いや、いいね。そんな時ないねんけど。でも寄ってるの
ありますね。あ、酔ってる時ね。顔出てねえやんっていう時あるよ。あ、それはあるけど、うん、ずっと口しか映ってない時はないです。あれ、あげる、俺の同じ価格で。かわいい。二人して。じゃあちょっと。うん？うん。今までだったらいいね。美味しいよ。そうか。寒い、めっちゃ寒い。え、でも今日寒くないよな、別に。ここが寒いんだ。ここが寒いだけ。倒れそう、いけるか。じゃあ、なんちゃら10秒さん、ありがとうございます。サトシさん、ありがとうございます。11位、ちゃん、ありがとうございます。外はめっちゃ暑い。やっぱそうなんや。ね、今日暑かった気がするもん。やばい、足が重い。サトシさん、ありがとうございます。何番、ちょっと気温23度、暑いな。あったかい。ここが寒いや。ここはもういつも寒い。あ、ありがたい。どれ？やばいやつさ、マジみんな熱中症に気をつけてな。なんでここそんな寒いん？ありがとう。筋肉痛っていうかさ、膝が痛いねんな。それまた暑さに慣れてないから。不屈って言うもん。不屈焦っちゃう。確かに膝痛いと焦っちゃう。怖い怖い。したいしたい、成長したい。まだ足それ共感できひんわ。するし足成長したい。成長したい。足成長したい。足は長くなりたいよ。あ、足のみ、うん、足のみ。体の成長つまいだ。もう夏の格好してる。まあそうやんな。でみんな半袖やもん。半袖さ、でもまださ、なんかさ、私服でさ、妥協して着られへん。なんかまだ5月やのに半袖着たらもう私夏乗り切られへんってなって長袖着ちゃう、うん。え、でもなんか寒い建物入ったら寒くない？まだ夏ってさ、でもむずい。まあ夏も寒いか。建物入ったら寒いやん。うん、結局パーカーとかさ、シャツ持ってとかな。確かに。寒い思いするよな。羽織いるよな。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。リサちゃんが。リサちゃんが。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。3人になりました。ひちこっち来る？大丈夫？うん。もう移動不可能。不可能みたいです。見て、このオフ。家。家かも。めっちゃ久しぶりじゃない昼夜、うん、え、最近やったっけ。なんかさ、いつぶりやろ。めっちゃ久しぶりやと思うで、ビーツですよね。一個前か、前の前らへん、めっちゃ暑くて死にかけてんけど、そういう前やっけ。もうみんなほんまに暑くて無理かもみたいな言ってたの。それ23日か。もう23はほんまに暑かった。なんかその日かも。え、でも23よりもっと前の方が暑かった。雨降ってる日が一番、うん、あ、その時かな。めっちゃ暑かった。やっぱファンの方もさ、どうなんやろ。雨降ってる時とかって劇場ちょっともやっとしてるんかな。でもさ、寒そうじゃない。寒いんかな、皆さんは。暑そうな人あんま見たことないんですけど。もうさ、湿気で汗かいてくるもん。うん、暑いとかで嫌な汗、ペトペトする汗みたいな。あ、湿度で暑く感じる気がする。やっぱそうよな。まあでもかわいい、リサちゃんかわいい。かわいい赤ちゃんいる。友達できたので。そうやな、おめでとう。マジで友達できたんや。マジおめでとう。マジおめでとう。
あ、最高熱は冷房当たるんよ、から寒いねんて。私最高熱で踊ったことある最高熱いいやん、踊った時当たりながら一番後ろに襲われたら、ハーサーやりやすい。ヒリより3月9日ぶりやって。3月9日なん、え、3月うん、2ヶ月ぶりじゃない？ 5 月やもん今、5月3、4、うん、まよちょっと不安です。不安めっちゃこの公園ちょっと夏大丈夫？え、うん、みんなでジムに走り込みしに行かなあかんね追い込み全然大丈夫じゃないみんなで走り込むことしないと大丈夫じゃないと。そうやな、もう下半期になるんか、あとちょっとで。早いな。いや、体力は分からへん。一応マッサージガンだけ今日持ってきた何、あ、いつもやってるやつ、なんか、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。チョコザップ、デグザップやって出口主催のジムやってくれるってこと？そう自分には甘いから最悪やん、だけめっちゃ、うん、最悪まだ走ってんねん。あは、シャチさん、ありがとうございます。はい、ケイさん、ありがとうございます。2位、ドクター・ハチさん、ありがとうございます。第2位、ニンくん、ありがとうございます。ユーミトップはもう YouTube に上がってるので皆さん YouTube 見てください、はい、みんなちゃんとやってから言ってユーミさんの YouTube、うん、やってやった上で提案してきてやってないのにそんな人にだけやらせてあかんねん。心身残ってるおもろい、心身っておもろいよな、ほんま早く心身、あの MC の内容喋って引きずりすぎやろ、話があって。競争の MC ないようにすればよかった全何の関係もないやん。子供の日やったらよかったな、今日子供の日やったらできたのに。え、子供の日ってもうすぐじゃん。5月5日や。まず5日か。子供の日やったらその話できたな。5月3日か。今日3日やで。ただ明日新一の誕生日ですもうすぐ来ないなんやからしんいちおめでとう。しんいちおめでとう。おめ、いやだからさ、しんえしん、え、コナンさ見たことないねんけど、しんいちって誰なん？え、しんいちってコナン？主人公です。え、しんいちがコナン？しんいちはコナンです。コナンくんがホトキシワシロクキっていう普通に。え、怪盗キッド？え、待ってある、え、ほんまに？ほんまに見たことない？見たことない一回も。え、ほんまに？しない。漫画も読んだことない？ないない。え、貸しますよ、ほんまにえ、みんなびっくりやんな。え、どうなんやろ、裾も普通なんかな。え、見たことないとわからんやろ。え、なんで見ようと思わへんの？なんで見てんの逆にえ、なんか普通にさ、うん、おもろいやん。おもろいねん。え、でもなんかついてたら見るみたいな感じじゃない？あ、でも伝えるか、もう最初のきっかけって。そのコナンの正体がわからんから、ついててもよくわからんのか。ついてても見てなかった嘘、そおもろい、心身やっぱり。そうです、気をします。それで一番、え、ほんまに、え、そう、え、どういうこと？新一が薬飲まされて、うん、で体がちっちゃくなっちゃって、でコナンになって、なんで名前違うん？その見つけた人が新一の彼女やねん。だからその彼女に体ちっちゃくなったことバレたくないから、そういうこと、ね、勝手に自分で名前考えて、あ、コナンって名乗ったってこと、うん、え、で怪盗キッドは何？怪盗キッドは別人、うん、別人、え、別人なん？あのコナンをあの普通にキッド、キッド、あの宝物とか。怪盗キッドってコナンじゃないの？か、顔が似てるだけえ、どういうこと？顔が似てるだけで、別作品のほんまはね、キャラクターなんで。そうそうそう。あ、そうなん？だから普通に黄金とかネックレスとかを奪いに来んねんけど、その奪う術がすごすぎて、警察はな、逮捕できない。だからコナン君が協力してる。してんねんけど、意外とコナン君とキッドは意外と手いくんですよ。
え、そうな、別人なんや。そう、だから切った人をあの切ったりしひんな、はい、もう宝物だけが目当てなんだ。だからみんな好きになっちゃう。あ、そうなの、はい、かっこいいんや。そう、かっこいい、かっこいい。そう、それがかっこいいのか。そう、それがかっこいい、ね、なるほどね。な、はい、今回の映画もね、よかったね、はい。キッドさんもね、さっさか出てたから。そうなんや。見てください、じゃあ今回見ても一番わからない。コアな人に下がるとか言ってなかった、さっき。今回の映画写真見ても多分あの横にリサちゃん連れて行くと全部。確かにリサちゃん連れて、リサちゃんと一緒に見に行ったら4回目説明受けながら、うん、関係性とか多分わからなくなってるからさ、この人誰ってなっちゃうから。ラン姉ちゃんならわかるで。あ、え、オリアンな。ラン姉ちゃんが新一の彼女さん。ラン姉ちゃん、え、だからえ私変なこと言ってる。いやいやいや、あ、わかったわかった。え、もう一人なんかちっちゃい子いない。アイちゃんですか。あ、それアイちゃんか。アイちゃんも同じ。それがラン姉ちゃんやと思ってた。いつ始めた。もう終わる。あ、終わります。終わります。取り残された。シンシンがさ、会長だ。いいよ、全部ちょうだい。全部はわからへんけど、シンシンコナン見たことないらしい。ありますか。え、一応最初映画見に行ってた。え、自由やな、みんな。うま。え、まいしょ。ブシボミルクとブレベです。あ、ブシボミルクでブレベミルクです。うま。あ、噂のブレベミルク。うん、太りそう。感想。ひどい。いや、確かにこれこれ何リットルぐらいそう今日。え、うまっ。ハマる。ハマりますか。今日はでもいいチケット使ったからさ、700円分使いたくてブレベにしました。あ、そうなん。お金いるん、ブレベミルクって。54円いる。そうなんよ、うん、なんでコナン、マジでアニメを一回も見たことない。え、さっきの話聞きました。なんでコナンちっちゃいの。コナン、しんいちって誰。やばい。ほんまに見てない人や。ほんまに見てないですよね。え、いつ学んだんですか、そんな。いや、なんか勝手についてた。こうなんだ、ちっちゃいか。あ、なんかちびまる子ちゃん的な感じなんかな、みたいな感じ。あ、そうそう、アンパンマンみたいな感じよ。え、あ、ちちって感じかなって思ってる。いや、コナンが、コナンってなんなんやろって。おもろいっすよね。でも多分私がワンピース見てない感覚やと思う。あ、そう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 。そんな感じ。ファンの人からしたら、え、ゆいなちゃんワンピース見てないのっていう感覚やと思う。確かに。スラムダンクは見れます。なんでなん。始めたら止まらん。止まらん。スラムダンクはめっちゃ止まらんかった。え、見てみ、スラムダンクとメジャー止まらんから。メジャー、メジャー。え、スラムダンクは何なん。バスケ。結構見ないと。見てない。スラムダンクは見てます。メジャーもおもろい。あ、メジャーはちょっとだけ見ました。メジャー知らんねん。メジャー知らんの。初めて聞いた。あ、ダメダメ。あ、ほんまや、あ、分かった、あかん。めっちゃメジャーもいいよ。え、感動する。なんか、うん、え、最近のやつ。いや、うん、私なんかめっちゃ、ほんまに学生、うん、小学生。え、その時にもう結構もう海外ぐらいまで出てましたもんね。うん、なんでなんですか。いつそんな見たんですか。え、なんかテレビつけてたらしい。え、本当。テレビでやってた。おじいちゃんが見てた。え、そんなんないねんけど。あ、ポケモンもちょっと見ないな。映画だけ見るぐらい。よし、私も着替えます。はい、終わりまーす。面白かったな、今日。今日今日も面白かった、ありがとう。13位チャンピオン、ありがとうございます。12位ユナ、ありがとうございます。11位ギャオスケ、ありがとうございます。10位マツヤ、ありがとうございます。9位マサイキ、ありがとうございます。8位ガミさん、ありがとうございます。7位ご飯粒、ありがとうございます。6位シンさん、ありがとうございます。5位中島よし、ありがとうございます。4位つっちゃん、ありがとうございます。3位ふとち、ありがとうございます。2位はっちゃん、ありがとうございます。1位キャットのエイジ、ありがとうございました。皆さん行ってきます。はい、ありがとうございました。